さあそれでは第十九試合を終えられましたダケル選手にお越しいただきましたインタビューを始めさせていただきます。さあそれではもうさまざまな思いがあるかと思いますが、まずは試合を終えていかがでしょうか。そうですね。やっぱ今回あのダブルタイトルのマッチがなくなったり、まあ、今回あの大会前もいろいろあったりとか、あのいろんな問題があった中で大会開催されて。 まあその試合内容としては慶応で勝っていたんで、あので、ーまあ、去年、怪我をしてそこから完全復活というのをテーマに今年やってきたので試合内容的には良かったなというのはあります、はい、そしてですね相手選手でもありますペッタム選手の印象というのは今回どのようううな感じででしょうかそうですねやっぱ思ったよりもやっぱ蹴りとかも重たくて明太のベルトを巻いた選手 メダルの世界の中でも特別な存在だと思うのでそういう選手と2年連続戦えたというのはあのすごい僕の人生によってすごい財産になったし相手選手、意外とパンチが見えにくいパンチを打ってたんでいたのでそしてプレスの皆さんも質問がたくさんあるかと思いますが何かご質問等ございましたらお伺いさせていただきます。 いかが実際のプロ、相手選手の研究というのは、どれできたんいや、ほぼできなかったですね、あの試合の,その情報をもらったのが、多分数日前とかだったんで、なんかその前、なんか決まるか決まらないかぐらいのととかは、僕に情報が入れないようにしてて、周りがやっぱ戸惑うから。 直前で聞いたんで、そこからまあ映像は一応見たんですけど。そこまで対策っていう対策はやってないですね。うん、モチベーションいという,ョンいうよりか、やっぱその悔しいという気持ちがありましたね。今回、その新しいベルトにチャレンジできるっていうのが、僕の中ですごいこう。いいモチベーションになってたんで。あの。新しいベルトを手に入れなかったっていうのは悔しいんですけど、なんかその試合に。 対しての気持ちっていうのはやっぱ毎回こうタイトルマッチでもスーパーファイトでもやっぱ同じ気持ちでやってるんで、うんなんか直前で相手が変わろうがなんか試合順が変わろうがなんかそこは変わらなかったですね。はい、他に質問はございますでしょうか。はいお願いします。現在、あの今取り状況に対する反発心みたいなのはありますか。反発心っていうのはないんですけど。 やっぱこうあの、まあ、自分の立場 K−1 背負ってる存在としてはうんうん,なんだろうもっと日本だけじゃなくて世界を見てもっともっとでかくしていきたいしまあマイクでも言ったんですけどもっと格闘技を。 あのみんなに届くスポーツにしたいなっていうのがあるんで、まあ、それがあの、まあ、テレビだけじゃなくて今ネットとかでも広がるんですけどもっともっと多くの人に見てもらって命がけで戦ってる選手たちのパワーを届けれるようなスポーツにしたいなっていう気持ちがあるんで、うん、なんかそれに向けての思い。それ まあ自分の中でどこまでいけるのかっていう,こう迷いとか葛藤みたいなのもあったんでなんかそういうのいろんな気持ちが最後の涙はほっとしたようーんなことは何か分かんないんですけど試合前から結構今回はまあ多分いろんないろんなことが重なって重なって、まあ、結構。 うんなんていうんですかねよく分かんなくて自分でも分かんなかったんですけど、うんまあ、やっぱその今の日本だったり世界の現状だったりとか、うん、その中でこの大会を開催してすることについてもそうだし、うん、やっぱすべてをプラスに変えていきたいなっていう。 気持ちでやってたんですけどやっぱりいろんな意見もあるし、うん、その格闘技がもっと大きくするっていう意味でもずーっとこう k 1の人たちと協力してやってきて、うん、なんかそういういろんな思いがなんかなんですかね。 いっぱい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 になっちゃってたっていうか、うん、それはありましたね。ありがとうございます。さあ他に質問はございますでしょうか。さあそれではですね最後にファンの皆様へ改めてメッセージと今後の意気込みをぜひ教えていただけますでしょうか。はい、えー、そうですね。もう今年はあの怪我からの完全復活の促進したいっていうのをずっと言ってきたんで。 まあ今回第一歩として KO で勝ってあの復活飾れたと思うんでここからはもっと上目指してどん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 やっていきたいと思います。はい。ありがとうございます。タケル選手にお伺いしました。ありがとうございました。